こみ。おや、帰ってきたのですね。戻ってきた兵士たちからの事情は聞いています。あなたは罪という巫女と協力することで黒霧を消すことに成功した。ただ突如大日巫女に異変が起きた。そうですよね。ああ、だいたいそんな感じだな。でもそれからまた妙なことが起きたんだ。そのようなことが。ごめんな、ココミ。オイラたち、ココミからもらった首飾りを人にあげちゃったんだ。気にしないでください。前にも言いましたが、もう渡墨島にとって必要のないものですから。あれはもともと渡墨大神が塩化の宮の役人を整理し、制度改革の際に使っていたものです。その3つの首飾りはそれぞれ大日神輿、三五宮の血脈、そして渡墨の見つかりに託されました。村人、官僚、紳士の三者が互いに監視し合うことを意図していたのでしょう。しかし現在、村人の子孫を除いて他の二勢力は廃れ、この首飾りも役割を失いました。さっき渡墨の見つかりって言ったけど、罪が渡墨神の使者だと思ってる兵士もいるみたいだぞ。トカゲも縦長の瞳孔を持ってるだろ。それでオイラたち全員勘違いしちゃったんだ。いえ、そうとも限りません。渡墨の見つかりは邪神の眷属であることを表すため、そのほとんどが半人半蛇の姿をしています。しかし進化の後期に入ると、渡墨の見つかりはその瞳以外、人間とウリ二つの姿になるのです。むしろビシャップマンや地中リザードマンというのは、小説の中にしか出てこないただの設定です。三五宮の機密文書にもその実在を裏付ける記述はありません。え、だったら罪はビシャップじゃないのか。渡墨大神が渡墨島を作るため力を使い果たした後、その力は次第に弱まりました。ですので渡墨の見つかりが誕生することはもうありません。最後に記録されている見つかりは、ビシャップと人間両者と交流ができ、橋渡しとなることが期待された見つかりです。彼女は幼い頃、世話係の巫女と共に塩化の宮の境でビシャップに襲われ、それ以来行方がわからなくなったとされています。多くの人は彼女が亡くなったと考えています。ただ中にはビシャップたちに育てられているのではと思っている人もいるようです。見つかり一族は渡墨の民に恩があります。ビシャップと渡墨島の領土をめぐる争いがなくなった今、その人が帰るべき場所を見つけられることを心から祈るばかりです。それが罪の生い立ちだったのか。しかし決死サンゴの原理がそのようなものだったとは。私はサンゴの宮の荒人神の巫女として、焦土化に対抗する新たな手段を考えねばなりませんね。とはいえ、あなたのおかげで焦土化の問題はひとまず解決しました。これから数十年の間、渡墨島は平和が続くことでしょう。改めてあなたたちに心から感謝いたします。Thank you.